関戸にはいつも世話になってるかんな。何事も持ちつ持たれつだぜ。すまぬな、あと2分で本領です。余裕だ、捕まってろよ。関戸、今日も頼むぜ。よろしくね。次回も絶対見るのだぞ。全員前へ、習え。今日は皆さんお待ちかね、身体測定の日です。ドキドキワクワクですね。全校一斉に行いますので、朝礼が終わりましたら体操に着替えて。おい、腕がつりそうだぞ。エリ先生の号令待ちなんですが。その際、下には何もつけずに。パンツは OK ですよ。ですが、上は脱いでくださいね。痛いっす。女子児童たちが着替えるまでの辛抱ですから。ちしょ、おめえだって元はジジイじゃねっかい。みんなお子様チックな下着やな。ブラジャーだ。アスミちゃんすごい。大したことない、イタリアからの直輸入や。リョフコ、エリーが着替えとるのに。いいではないか、どうせぺったんこなんじゃし。やっぱりそんな父宛てなど必要ないの。リョフコ、アスミちゃんやめて。あんたが転校してきてからというものなんか調子が狂うんや。やる気か。言っとくがわしは天下無双の猛将じゃぞ。アスミに本当のことを言っただけじゃ。ヨスコちゃん、ふんどし。ああ、そんなペラペラの父宛てよりお前もこんな繊維が高まる下着をつけてみろ。締め付け具合が気持ちいいぞ。ほれほれ、あんたみたいな三国志かぶれと一緒にせんといてや。かぶれではない、わしは本当の武将じゃ。そんなわけないでしょ。ほら、そこ何やってるの。あ、早く大会に行く。遅かったぜよ。しまった、見られちか。フニクラハブリュヌギャック、あんた何呼ば。燃えないゴミだから。ちょっと待ってちょうだい。え、そう。はい、じゃあこれはくりなあ。もっと面白い検査はないのか。は、わしはもっと血しぶきがぶわーっと飛び散るような派手なのが好きなんじゃが。そんな検査あるわけないでしょう。あー、つまらんな。アホか、三国志かぶれ。気に食わんわ。いやー、ヘロい目にアイリンス。んー、おー。
あらららばーい、タッチギュイ。陣球ちゃんは126センチと。え、それだけ？でも平均身長よ。126センチというと5尺とちょっと。そこまでちびっこになっていたとは。もし殿が身長を測ったら、こんなのわしじゃないわと暴走しかねません。次りょうこちゃんね。頭の飾り測るのに邪魔だからちょっと取ろうね。ウキ触るでない。 F カップ。 F？ こいつはわしが呂布奉仙たる証。人前で外すことなどできん。でもそれじゃ測らないし。嫌じゃったら嫌じゃ。何拒んどるんやろ。まさか。何がです？期待して身体検査に。校長はドキドキワクワクと言っていたではないか。あの殿の想像は多分倫理的にあれなのでは。はぁ、呂布子の恥ずかしい姿見たい。なんとか冠が取れて恥ずかしがる呂布子が見たい。なんかいい方法はないかな。くしゃ、不念仏。わお、またしても。何、あ、汗、殿、神球。190センチ。そうじゃ、わしの体格は他国の武将からも評判だったんじゃぞ。そう書けばよいのじゃ。こいつがないと呂布奉仙とは言えんじゃろ。呂布子ちゃんってば本当に三国志が好きなのね。再び僕武将です。よろしくね。あれ、あれ、うん、似てるな。行為測定が終わってない生徒は早く列に並んでね。私です、殿。のその声はコウジュン。はいな。まったく人騒がせのやつじゃ。お化け、ヨスコちゃんがやっつけたの。いや、
人体検査というやつ、もっと甘美なものじゃと思っていたのじゃが、校長に騙されたわ。ポープーん、お魚になったわ、だしー。なんじゃその歌は。鬼のパンツはいいパンツ、強いぞ強いぞ、虎の毛皮でできている強いぞ強いぞ、五年履いても破れない強いぞ強いぞ、十年履いても破れない臭いぞ臭いぞ、発酵発酵鬼のパンツ、はい発酵発酵鬼のパンツ、あなたも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 、みんなで発酵鬼のパンツ。次回も必ず見てくださいね。